先月27日、米沢市。い米沢市の和菓妻清和さん41歳。市内で消防士として働くかたわら、休日には消防士の技能を生かした技術ボランティアとして、仲間と共に能登半島に支援に行っています。 この日は、市内で能登半島でも一緒にボランティア活動をした消防士の後輩とともに、ロープで木に登り、高所でチェーンソーを使う訓練などをしていましたあと、木を切るときに、ポジションを、ワークポジションっていうんですけど、自分の体勢を取らないとうまく活動できないので、それが難しいといよね、地震が来て揺れた建物っていうのは不安全なので、そこの上で作業するっていうことは。 余震が来たら危険もともなるので、やらないとわかんないんで、とにかく遊びながら覚えていって、何か役に立つと思うので。和賀妻さんは技術系災害ボランティアネットワーク、DRT ジャパンの一人です。DRT ジャパンは災害時に道路に溢れる瓦礫や倒木の撤去など、専門技術を生かしたボランティア活動を行っていて、 県内には主に消防士、合わせて10人のメンバーがいます我々技術系のボランティアネットワークということで、ニーズはさまざまなんですけど、一般ボランティアの方が危険で入れないようなところを、あの重機とかチェーンソーとか、技術を持ったわれわれが復興支援のために活動しているというような感じです。我が妻さんたたちが最初にに半島に入ったのは 発災から2日後の1月3日、他のボランティアと車で片道15時間の道のりを進み、能登半島に入りました最初はとにかくひたすら道路警戒をしてました、その住宅街とかは建物が倒壊してたり、電柱が倒れてたりして、助けに行くにも道路が寸断されている状況だったんです。重機もあっったたので道をを作作るっていう作業をやってました 以降、これまでに合わせて19回現地に入り、東海家屋の木材撤去など、現地での復旧支援を行っています。我が妻さんは、今回の地震でいかに自分の身を守るか、そして周りの人の命を救うために協力する重要性を感じました。見せてくれた一枚の写真。 この倒壊した家屋の下に置かれているのは。車のタイヤ交換の際。車体を持ち上げるために使う。パンタグラフジャッキです。これどうしたの、なんて聞くと。いや、中におばあちゃんがいて。周りの人が集まってきてくれて。あのあるもので、こう助けようとしてくれたんだっていう。家に閉じ込められた人を助け出すために活躍した。ジャッキ。災害時に地域の人たちが。 このジャッキを救助に使おうと思いついたのです。テーブルの下に隠れて助かったとか。本当にそういう方結構いました。なので、脱出できなかったとしても、命は助かったとっいう方もいましたし、地域住民の方々が。声を、声をだ、あの声を掛け合って。あの助けてくれた。普段から災害時に活用できる道具が身近にあるかを考えること。 そして自分や家族の命を地域でどう守れるのかイメージをあらかじめ持つことが重要ではないか我が妻さんは講演を通して県内の人たちに伝えています大きな地震があればなかなか工場の手って届きづらい届きにくいと思うんですその自分のお家の頑丈なとこはどこなのかをあの常に考えておくとか家族会議をするとか まず自分の命をどうやって守るか守れるかをちょっとの時間でいいのでそういったことをこう一度イメージしてもらうとか想像してみるとか他の災害を見てみるとかそういったことをぜひやってもらいたいなと思いま和我が妻さんたちはこれからも石川県でボランティアを続けます。ごご視聴ありがとうございました。おすすめ動画ははこちら。チャンネル登録は こちらからお願いしますそしてグッドボタンもお待ちしています押してください